はい、こんにちは。ここでは平行移動とその作図ということでですね、テストでこういう平行移動っていうのを見たら、僕たちはどういうことをすればこの問題を攻略することができるか、そのポイントを一緒に再確認していきましょう。でまずはじめにですね、この平行移動っていうのは一体どういう移動やっていうと、ある方向にある距離だけ動かす、それが平行移動なんですね。こういうふうに三角形はじめにこの ABC があったとして、これをズズ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 と移動させると、ある方向にある距離だけ移動させる、これが平行移動なんですね。でちょっと間違いやすいのが、この消しゴムで言うとですね、この消しゴム平行移動するとなると、この向きがこういうふうに変わらないっていうことなんですね。例えばこれがこういうふうにこうグリーンってなったりしたら、これはもはや平行移動じゃないんですね。平行移動っていうのは、この移動する前の辺と移動した後のこの辺がですね、平行であると、ここがポイントなんですね。これを平行移動っていう、その移動の方法ですね。まずこれを再確認しておいてください。そして平行移動での性質なんですけれども、これはもうこのある方向にある距離だけ動かすっていうことを考えればもう当然なんですね。平行移動での性質っていうのはこの2点を押さえておきましょう。まず1つ目です。対応する辺は長さが等しく平行だよと。この対応するって OK ですか？対応するっていうのは線対称とか点対称のところでもやりましたけれども、移動後にどこ行ったかっていうことでしたよね。例えば点 A と対応する点、この平行移動ではどれでしょう？点 A と対応する点って言われたら、この点 A が移動後にどこ行ったかっていうことなんで、これは A' になりますよね。同様に点 B の対応する点は B' だし、 C の対応する点は C' になる。これは OK ですかね。でこれは辺でも言えるんですね。対応する辺は長さが等しく平行と、つまり AB 辺 AB と対応する辺どれでしょうっていうと、辺この A'B' ですよね。この対応する辺、つまりこの辺 AB と辺この A'B' っていうのは長さが等しくて、そして平行だよと。同じ長さやし平行になるよと。だからこれ平行移動なんですね。OK でしょうか。当然この AC と A'C' もやし、 BC と B'C' も平行で長さが等しいよと。これが一つ目の性質です。でもう一つの性質は、対応する2点を結ぶ線分は長さが等しくて平行だよと。これは何言ってるかっていうと、じゃあ例えばこの対応する点 B と B' に注目しましょうか。 B と B' に注目したとき、この2つの点を結ぶ線分 BB' ありますよね。とこの CC' を結んだ線分 CC' は長さが等しくて平行だよと。つまりこことここは平行やし、長さが等しくなるよ。もちろんこの A と A' を結んだこの線分も長さが等しく平行、 BB' とか CC' と長さが等しく平行になると。これが2つ目の性質なんですね。対応する辺同士は長さが等しく平行やし、そしてこの対応する点同士を結んだこの線分も長さが等しくて平行になるよと、っていうところなんですね。 OK でしょうか。この以上の知識があれば、括弧4まで、今回の問題括弧4まで解くことができます。じゃあ1からいきましょうね。上の図1において三角形 DEF は三角形 ABC を平行移動ズズズと指したものだよと。さて点 A に対応する点はどれかと。これはもう楽勝ですよね。対応するの意味さえ押さえておけば問題ないはずです。対応するっていうのは移動後にどこ行きますかっていうことやから、この点 A が移動後どこ行ったかっていうと、これは点 D ですよね。だから括弧1は点 D というのがもう答えになります。これ以上書くことは特にないですよね。次、括弧2です。じゃあ、辺 AC に対応する辺はどれかと。これももう、多くの人にとってはいけますよね。辺 AC が移動後どこ行きますかっていうことなんで、辺 DF でもう終わりです。いやいや、そんなもっと感覚的にじゃなくて、もっとちゃんと教えてほしいって思われた場合はですね、辺っていうのは、点と点でできてるんですね。辺 AC っていうのは、点 A と点 C でできとると。だから、点 A の対応する点である点 D' と点 C の対応する点である点 F' を結んだこの DF っていうのが AC と対応する辺だよと。そう考えてもいいですね。ただまあ多くの人にとってそれは無意識にできてるんでね、もう多分そこまで考える必要はないかと思います。
次じゃあカッコ3いきましょう。線分 AC と線分 DF はどのような関係にあるか、この AC と DF はどのような関係にあるかと、つまり平行移動においてこの移動前と移動後の辺はどういう関係ですかっていうと、これはさっき言ってたこの性質の一つ目ですね。対応する辺は長さが等しく平行なので、こことここ AC と DF は長さが等しく平行だよと、そう書いてあげればしまいです。 OK でしょうか。もちろんこれは数学の記号を使って書いてもいいですよね。つまり長さが等しいっていうのは AC イコール DF、 そして平行っていうのは AC 平行 DF と、これはもう OK ですかね。どちらでも大丈夫です。 OK でしょうか。じゃあ次カッコ4いきましょう。線分 AD と線分 CF はどのような関係にあるか。線分 AD これですねと線分 CF これですね。つまり今回のはこの対応する点同士を結んでるよっていうことです。これはどんな関係にあるか、つまりこれですね、この AD と CF はどういう関係にあるかっていうと、この対応する点同士を結んだ線分っていうのは長さが等しく平行っていうのがね、さっき確認した通りなんです。つまりここも長さが等しいし平行だよとね。だからもう括弧の答えも数学の記号を使っても書きますね。 AD イコール CF やし AD 平行 CF と、これもちろん日本語で長さが等しく平行って書いても何の問題もないです。 OK でしょうか。じゃあ次5番ですね。上の図2において、これですね、上の図2において四角形 ABC で、これですね、 ABC でを平行移動してできる四角形 EFGH を書こうと。でこの E が指定されているっていうのがポイントなんです。まずこの順番は崩れないよっていうことです。つまり ABC でを平行移動してできる EFGH っていうのはだいたいこんな感じなんですね。 EFGH みたいな、 A に対応するのが E やし、 B に対応するのが F やし、 C に対応するのは G やしっていうのが、これもう暗黙の了解として決められている。それを分かっておいてくださいね。ここに四角形 ABC でを平行移動してできる EFGH っていうことはこの順番が守られるっていうことです。 A に対応する点が E なら B に対応する点が F だよっていうことがもう示されているっていうのは分かっておいてください。ここまで OK でしょうか。でまださっき確認してないのがこの平行移動した図形の書き方はどうするんですかっていうところなんですけれども、もう書いてる通りですね。平行で長さが等しいまま移動させると、平行移動やからと。だからすごいざっくり書くなら、例えばこの AB'C' をまたさらに平行移動させようと思ったら、例えばじゃあ A をね、こっちの方向にこんな感じで移動させたとすると、こんな感じでですね、これをまあさらにじゃあ A2' にしましょうか。これと平行で長さが等しく移動させると、つまりこの幅を保ちながらさらに平行でこんな感じでですね、ここで B2' ができて、さらにこれと平行でですね、これまたこんな感じで C2' ができて、この3点を結べば、この3点を結べばまた平行移動したのができると、こういう基本的にはざっくり言うとこういう考え方なんです。ただ今のなんかかなりもう目分量でやってるんでね、多少ずれてる可能性がありますよね。だまあ大体テストに出るときはやっぱこのマス目がある場合が多いかなと。マス目があればね、それほど大きくずれることはないですよね。縦と横のマスに注目すればきっちり書けるからです。どういうことか見ていきましょうね。 A を E に平行移動させたっていうことは、もちろんこっからここにこういうね、平行な線、あ、この線をまあ見てるんですけれども、縦と横に分けてみるんですね。この A から E に行くには横に 1,2,3,4,5,6、そして上に1、2、右に6マス、上に2マスっていうこの流れでいってますよね。つまりこの通り書けば絶対この AE と平行なんが引けるんですね。つまりこの考えを使ってやると。だから B に対応する点である、B に対応する点である次、これ F ですね。F を書くには、この B から右に6マス、上に2マスいったらいいんです。1,2,3,4,5,6,1,2、ここを F にしたらいいっていうことです。同様に C に対応する点 G ですね、これは右に6、上に2、同じようにいきます。1,2、この C からね、1,2,3,4,5,6,1,2、ここが C に対応する点である G になると。同様に D に関しても一緒です。1,2,3,4,5,6,1,2、ここが D に対応する H であると。そしてこの
出来上がったやつを結べば平行移動したこの四角形が出来上がるっていうやり方なんですね。 OK でしょうか。でざっくり平行っていうのは分かると思うんですけど、これマス目があるときっちり書けるよとっていうところなんですね。そのきっちり書くためにはこの縦と横にこういうふうに注目したらいけるんだよっていうのを再確認しました。はい、ということでですね、ここでは平行移動とその作図、その方法を確認しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントでできるように類題を見つけてしっかり練習しておきましょう。